谷川さん、このマッチメイク自体も谷川さん関わってる。関わってる。あ、それは平木さんの方で、そうこの二人で館長がじゃあこの君決まったって言って、そう報告を聞いたって感じなの。そう。へえ。だからそれも嫌だったんじゃないかな。ああ。石井館長は。そうでしょうね。館長も逆に言ったら、うんって一回よく言ったなと思って。いやいや、うんって言ってないと思うよ。あ、そうなんですか。多分。谷川さん、俺ね、前回の一番最後に一応佐竹長井先生の話を聞いたんですけど、ちょっと改めてこう記事を読んでいくと、この間谷川さんが言った、谷川さんの言ったその何だっけ、あの試合のことも書いてあるんだけど、そのこの記事に試合の2日前、あ、1日前か、1日前に医師館長が電話があって、で逃げるんですか、逃げないんですかみたいなのがあって、うぬかんぬんって。いうのはいっぱいちゃんと書かれているんだけど、書いてありましたか。そう、うん、でこの時に平さん、平直行、平ちゃんに谷川さんが電話して、この状況をこうなってるらしいんだけど、どう思うとかって聞いてる。あ、そうなんですか。それは覚えてないな。あ、そうですか。で、なんかその佐竹さんがバラを怪我して、そうで、館長が、なんだっけ、なんか中止にし、なんだ、中止じゃなくて危険させたい、はい、って言ってる、で、それを谷川さんがなんか平ちゃんと連絡して、こうなってるらしいんだよねって言ったら平ちゃんが、いや、それは佐竹さんがちょっと、プロとしてダメでしょうって、失格だけど、でもそれでもやりたいって言ってるんぬんかんぬんで、それはどうなんだろうみたいなのを書いていって、で、まあ谷川さんのいろいろ思いも書いてあるんだけど、この間も話したんですけど、なんていうのかな、これをもうちょっと谷川さん的にもうちょっと喋りたいなと思って、谷川さんは一応そういう状況を知ってて解説席にいるわけ、いました、で、なんていうのかな、どうなるんだろうと思って見てるんですか。一番思ったのは、佐竹選手が負けたら終わりだろうなと思って。なるほど。制度会館がね、この場で負けたら終わるだろうなっていう、いう感じが、一番強く思ったかもしれない。佐竹選手ってそういう試合に結構乗り込んでるじゃないですか。その格闘技の祭典だとか、あとはなんだっけ、ニール戦線とか、そういう、あれなんですけど、僕一番緊張感ありましたね。ここで負けられないっていう。だからそういう意味では負けたリスクがすごい背負っ、ひしひしと感じたのは医師館長でしょう。まあそうですよね、だからやらせたくなかったんですよ。まあでもそれなんか多分関係ないと思うよ。まあでもだって自分のこの看板、一番の看板選手だから、これからね乗り出していこうっていう中で、ここで負けたらやばいなっていうね。だから永井選手が負けたことに関しては別にね、何とも思わないし、だからこれ佐竹対前田明だったら、まあ別に館長もさ、ヤニーさんだったらまあ負けてもいいやと思うけども、永井さんに負けられるとやっぱりそれは館長的にね、そう、そのリスクを一番背負った試合だったと思うし、まあこの頃ってさ、まだねガチンコが何たるものかっていうのは分かってないし、選手自体も本当93年のグレーシーが出てきてやっとなんか見えてきたけど、もう戦い方も含めてどうなるか全く分からないというか、だから永井選手が強いとか弱い関係なくて本当にどうなるか分からないというか、そういう試合だったっていう感じがします。でも谷川さん、このマッチメイク自体も谷川さん関わってる。関わってる。あ、それは平木さんの方で、そうこの二人で館長がじゃあこの君決まったって言って、そう報告を聞いたって感じなの。そうへえ。だからそれも嫌だったんじゃないかな。ああ。石井館長は。そうでしょうね。館長も逆に言ったら、うんって一回よく言ったなと思って。いやいや、うんって言ってないと思うよ。あ、そうなんですか。だから、中途半端な状況で、佐竹角田っていう2人をリングスに預けて、やり取りは
佐竹選手と角田さんとやり取りしてたと思うんですよ。なるほど、で館長は要するにこうマッチング決まりましたって聞いてる感じだ。そうそう、聞いてる感じだと思う。なるほど。だからやらしたくはなかったし、その館長は館長も他流試合って、他流試合ってやっぱり本当に怖いもんで、緊張感があればあるほどいいんだけど、はい、石井館長の他流試合ってやっぱり相手の土俵を制覇してやっと成り立つみたいな、そういうことが上手い人なんですよ。だから例えば僕石井館長と空手の雑誌を空手の書籍を勝つための空手、はい、勝つための空手っていう書籍を作って、あれ結構売れたんですけど、その石井館長のなんか他流試合で勝つために言ってることって言ったら、会場に行ったら挨拶しようとか、相手に気に入られようと、審判を味方につけようと、他流試合って審判も含めて敵だから、なるほど、っていうようなことがいっぱい書いてあるんです。石井館長はだからそういうことが好きな人、好きっていうかそういうのが上手い人だから、だからそのじゃあリングスに佐竹角田が行くんだったら、マッチメイクとかどうやって組み合わせとか試合とかルールとかは本来ならば田中翔吾さんとか前田明さんに一緒に考えませんと思ってたと思うんですけど、あ、なるほど、そうか。でも前田さんとか田中翔吾さんはに関して言うと、まあ、特に前田さんなんかにするとそんなの関係ないじゃんと、っていう、それは俺の団体だって思いがあるから、だから自分の思い通りにならない中でルールもマッチメイクも決められて、はい、それで何でしたっけ、試合に臨んでるんで、はい、だからすごいやっぱり嫌だったろうと思うし、すごい緊張感があった。石井館長はちょっと今思い出したけど、なんかねリングスの理想のルールみたいなのを自分で考えて僕に見せてくれたことあるんですよ。誰かと考えたんだと思うんだけど、なんかねすごいゲーム性に富んだルールでさ。へえ、どういうことですか、そのロストポイントがどうじゃん、なんとかそういうなんかもうこうなったらこうでとかいうなんかマイナス2点とか、僕それでねあんまりゲーム化する格闘技の試合ってあんまり好きじゃないから、ああなるほど、なんていうのか、へえとか思いながら見てるけど、そのぐらいなんかこう自分でやりたい気持ちはあったでしょうね。だから相手の土俵に行って相手のルールとか環境とか主催者を制してこそ他流試合だと思ってるから、だからよそ者の他流試合ってまあ佐竹選手に関して言うと、あれですね、ニールセンとこの試合が他流試合といっても他流試合、本当に相手の土俵に登って他流試合だから、2つも揉めてるんですよ終わった後。ああ、そうか、館長のイライラが爆発してるんですよ、その時。八つ当たりしてるんですよ、それは。で、なんだっけ、グーで殴った、殴らないみたいなのがあったんだけど、その石井館長が、要するに、一回、その、裁定が出たのに、何言うとんや、と言って怒っている。そうそうそう。で谷川さんはこのいわゆる最終焦点だったっていうのが確認できたんですけど、グーで殴ったみたいな話で、セコンドのね、山吉選手とかがこう上がってきて、佐竹選手とこう揉めてたじゃない、あのリング上を見ててどう思ってたの？なんていうんですかね、まあ佐竹選手が勝ったことに対して正直言ってホッとしてます。はいはいはい、はい、もう石井館長に行った手前負けられたらこれはもうなんか恨まれるなと思うんですよ。であとはなんていうのかな、格闘技ってまあ今の時代はあれなんですけど、そのなんか勝敗決勝の時になんかよくイチャモンつけるじゃないですか。ああなるほど、はい、それはなんかあんまりいいもんじゃないなっていう、だからそれほど汚いことをやったんだったらまあ別ですけど、そんな汚いことをやってるわけでもないっていうか、なるほど、だからそれはある意味よくある
ですよね、プロレスもあるし格闘技もあるけど、終わった後になんか勝敗になんかイチャモンガタ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 つけても揉めちゃうみたいな、はい、まあそこはなんかあんまり見苦しいなと思いましたけど、あれ誰がグーだパーだって言ったのかよくわかんないですけどね。あ、前田さん関係ないですよ。前田さんメインイベントでずっと通路で待ってますもん、はいはいはい、でなんで遅いんやこんなにって言って、石井館長に言ってたのはなんかとにかく興行の進行の邪魔だ、あの妨害だって言って、だからその上手でやってるんだからって、そう、うん、やってるんだからこんな30分もね、なるほど、ああだこうだって止まってて自分試合あるから出れもしないから、あ、そこに怒ってましたよね前田さんは。うん、それは分かる、それは。でもさ、逆にこの試合佐竹さんが、まあ、やりますってすぐ、うん、まあ、明兄さんなりリングスの側と話して OK 取ったわけじゃないですか、うん、佐竹さん的には全然そういうリスクっていうかあんま感じてなかったってことなんですか。佐竹さんはなんていうのかな、どっちかといえば石井館長より前田さんとうまくやっていきたかったんじゃないですか。なるほど、ね、へえ、なんか前田さんといろいろこの頃はなんかいろいろやっていこうという自分なりのあれがあったんじゃないですか。ああなるほど、そういうあれか。だけどそれを石井館長に止められたっていうか、あ、なるほど、っていう感じじゃないですかね。ああ、まあ仮に、まあこれもうあの想像の話でしかないけど、もし永井選手に佐竹さんが仮に負けたら、なんかキラニさんもキラニさんでちゃんと佐竹さんの復活ロードみたいなのを自分でちゃんと作るんでしょうね。作るし、なんかいろいろ気使って佐竹選手に気使ってたと思うんで、はいはい、前田さんは前田さんでね、あの二人仲いいっすよ。そうですね、あの二人はすごく仲いいですよ。だから石井館長がいなかったら、あの佐竹選手はそのままリングスの一所属選手になってたでしょうね。なるほど、やめなかったと思いますよ。なるほどな、そうか、なるほど。まあ本当ターニングポイントになる試合ですよね。そうですね、一応谷川さんはなんかそのグーかパーかっていうのも含めて試合終わった後すぐその、うん、放送のなんとかブースみたいなところに行って、うん、その映像を巻き戻してもらって、うん、ちゃんとパーだっていうところを確認して、うん、ほっとしたみたいなのを書いて、そうね、ほっとしましたね、ほっとしたし、そんなにあれじゃないですよ、そんな揉めることじゃないと思う。なるほど。やっぱりね、他流試合って、力道山対木村正彦もそうだけど、はいはい、やられた方が負けですよ、はい、本当に、うん、木村正彦さんじゃないけど、うんうんうん、で倒れてるのはやっぱ永井選手だから。なるほど。で別にね、永井選手が負けてもまた次頑張ればいい話なんですけどね、うん、とか、はい、あるいはアンドレ戦でああいうさ、非常にさ、そうですね、あの不透明な試合になったりとか、うん、こんな形で長州の画面をやるとかで、前の結局にやったこと何もないんですよ、あれ、うん、全部さ、ね、彼の意思とは関係ないところで起こってることなんだ、うん、でいかに前田はね、時代性があることですよ、うん、はい、ショー大谷の熱湯チューブを最後までご視聴いただき誠にありがとうございます。高評価ボタン、それからチャンネル登録よろしくお願いします。それとですね、 LINE アット、始まってます。概要欄よりリンク先をご確認ください。さらに、オンラインサロンも始めています。熱湯塾、格闘芸術を33倍楽しむ方法。いやこれね、オンラインでやるので、要はネットだから熱湯っていう風にしたんですけど、共通言語を皆さんで共有し合えればと思っています。